ごめんなさい、私先に行くね。
震災で混乱している中、詐欺事件が。地下鉄明け身内を名乗る人物が現れ、社長が橋は落ちています。そうか、船でないと出られなくなったわけだ。フェリーの船長は何と言っている？もう定員いっぱいでこれ以上は無理だと言っています。ライフボードは全部出しておくから、それを使ってくれとのことです。ここにはあと何人残っている？乗客が20名、私たちを入れたら24名です。わかった、ライフボートを使わせてもらおう。所長、フェリーの船長が波が荒いので船を港から離したいそうです。出航するそうです。仕方あるまい、すぐにライフボートを確保してくれ。はい。フェリーに乗れなかった乗客に丁寧に説明してくれ。みんなが混乱しなければ脱出できる。わかりました。あなたは？フェリーには乗れないそうですね。申し訳ありません、ライフボートに乗っていただくことになります。今のところ津波の心配はないと聞いていますが、自然災害のことだから何があるか分かりません。大きな橋が落ちたということだから、ここもあそこにライフボートが出ているはずです。早く持ち逃げしました。幸い手紙の方は見つけた人が家族に届けましたが、現金は見つかっていません。警察では詐欺事件として情報を集めています。川瀬県で発生した地震に関する情報です。現在川瀬県の
川瀬県で発生した情報です。現在川瀬県の浜遊ふ頭フェリーターミナルでは、注意して。ごめんなさい、急に走り出して。ここで彼と待ち合わせをしていたんだけど。雨だ。結婚しようって言ってくれて、まずは新婚旅行だって。このフェリー乗り場で待ち合わせして、ここから大きな港に行き、そこから海外へ行くことになってたんだ。約束の時間を過ぎてもここに来れていないということは、友也の身に。地震の影響で遅れているだけだよ。心配ないよ。ありがとう。Thank you.
川瀬県で発生した地震に関する情報です。現在、川瀬県の浜遊ふ頭フェリーターミナルでは、町の外への避難を希望する方の移送をしています。浜遊ふ頭までの道が破損している恐れがありますので、十分注意してください。ライフラインの状況です。現在、川瀬で停電が発生しています。川瀬電力では、現在も被害状況を確認している状態で、復旧の見通しが立っていないとのことです。今晩は電気の復旧が見込めませんので、被災地域の方は夜間の明かりの用意をお願いします。震災で混乱している中、詐欺事件が発生しています。地下鉄あけぼの宇津木駅のそば、なでしこ運河沿いの企業に社長の身内を名乗る人物が現れ、社長が家族に宛てた手紙と現金30万円を持ち逃げしました。幸い手紙の方は見つけた人が家族に届けましたが、現金は見つかっていません。警察では詐欺事件として情報を集めています。
私はそんな彼女の様子を見て、恋人と会えなくて辛いだろうな。どこだろう。あそこ。とにかく機種につけましょうよ。
私だって泣きたいわよ。ちょっと泣かないでよ、大人のくせに。南の方は水没しているみたいだし、北に進みましょう。進めなさそうね。炎が収まるまでどこかで雨宿りさせてもらいましょう。あそこから団地に入れないかな。いるみたい。まだ泣いているみたい。心配ね。赤ちゃんの泣き声が聞こえたので様子を見に来たんです。ああ、そうでしたか。ご心配をおかけしました。ありがとうございます。ユーマ、大丈夫？熱下がらないわね。困ったわ。あの、すみません、もしよろしければ助けていただけませんか。この子が風邪をひいてしまって。でも今子供用の風邪薬がないんです。404号室に住んでいる友達なら
同い年の子供がいるので、子供用の風邪薬を持っているはずなんです。お願いします、404号室にいる友達から子供用の風邪薬をもらってきてくれませんか。お子さんのためです。風邪薬を持ってくるわ。本当ですか、ありがとうございます。404号室の場所は地図に付箋を貼りました。申し訳ありませんが、お願いします。
友也、無事かな？
友也って誰？え？ごめん、知らなかった。地震ではぐれた私の婚約者よ。友也さんか。もうどこに行ったのよ。こんなに心配してるのに。会いたいよ、友也。きっとまた友也さんに会えるよ。うん、もちろん。あなたにはいろいろ助けてもらって感謝してるのよ。明日もよろしくね。おやすみ。
気づいてもらえないかと思った。あんたらそのボートを一体どこで手に入れたんだ？港も水没したのか。すさまじい地震だ。この先も油断できんな。お嬢ちゃんたちはこのままボートで北に向かうんだろう。一つ頼みがあるんだ。この団地は南から沈んでいっているようでな。このままだとここらも長く持たないと思う。携帯電話で助けを呼びたいところなんだが、地震のあと繋がらなくなってしまって。北にあるエニシダ団地駅にある非常電話で助けを呼んでほしいんだ。ボートに乗ってるあんたらにしか頼めない。この通り。わかりました。非常電話を探して救助要請をしに行きます。おお、そうか、ありがたい。じゃあ、エニシダ団地駅にある非常電話を探してくれ。確か、ホームのどこかにあったと思う。駅の場所は地図に付箋を貼っておいた。頼んだぞ。Thank you.
んだ。
濡れたくないけど行かなきゃ。
Thank you.
Thank you.
Thank you.
結んだよ。引っ張るぞ。せーの。ロープを縛るぞ。よし、これでいいだろう。Thank you.